ッケー。え、ちょっと助けて。よし、ペーパーペーパー歩き方歩き方めっちゃシュール。What do we do when we want to talk about things that we do not know the names of? We say, this thing, that one, and so forth. In Japanese, we use これ、それ、and あれ. For example, これはいくらですか?これはいくらですか? How much is this? それは3000円です。それは3000円です。That is 3000 yen. これ refers to a thing that is close to you, the speaker. This thing here. それ is something that is close to the person you are talking to, that thing in front of you. And あれ refers to a thing that is neither close to the speaker nor the listener, that one over there. There is also an expression どれ for which.Here we will learn to use どれ in sentences like どれですか?どれですか? Which one is it that you're talking about? Question words like どれ and 何 cannot be followed by the particle は. Instead, you must use the particle が and say どれがあなたのペンですか?どれがあなたのペンですか? Which one is your pen?Hi guys, it's Miyamon. Today I'm gonna use これ、それ、あれ、どれ and play Final Fantasy VII Remake. はい、こっち。ミヤブルマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。はい。クエストはここで見るんだっけ？あ、ここね。おお、ネズミ問題？ネズミ問題から行ってみよう。ネズミ、ネズミ。はい、ティファ。あ、ここだ。あー、この態度悪い人だ。こんにちは。ティファちゃん。ティファしか見えてないじゃん。何でもや始めたんだって。ああ。だったら、化けネズミどもを倒してくれ。やつらめ、ウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。あんた今笑ったな。口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかな。いいじゃん。どこですか？あ、町にいるんだ、化けネズミは。うわー、こういうクエスト超好き。めっちゃ楽しい。あー、ワクワクしてきた。先に一緒にこれも行っちゃおう。めちゃめちゃ迷惑じゃん。通りすがりの人全員にぶつかってるからね。この辺でしょ。あ、いた。子供だ。あ、お姉ちゃん。かわいい。マリーは店でお留守番？うん。そっか。友達探しを手伝ってほしかったのに。この、なんでも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は、手足が長くて、スリムで、スタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。これ人間じゃないよね。猫の兄弟だよ。猫ね。猫探しか。3匹とも人懐っこいから、声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。猫さ、さっき奥にいたよね。これスラムなのにさ、完璧すぎるお団子じゃない？誰にセットしてもらったの？じゃあ猫を探しつつ、猫猫猫猫を探しつつ
他のクエストも受注しよう。猫いないな。猫の鳴き声は日本語ではミャーとかミャオとか。ミヤじゃないよ、ミヤー。え、猫の鳴き声した？全然しないけどどこで聞いたの？ティファはむずー。これあ、聞こえた。あ、いた猫。白猫。お、え、ちょっと言っちゃったんですけど、これ3匹って言ってたよね。結構大変なクエストだな。私この左が怪しいと思う。ほらほらね。え、しかも2匹いる。もう終わりじゃんこれ。あれ、え、君たちじゃないんだちょっと猫めっちゃいるじゃん、ここ。これでもないの？マジか。こんなに猫いるのに猫の鳴き声全くしないけど。あ、ごめんおばちゃんごめん。次のクエストはこっちの方だね。楽しいな。このね、街にいるのが好きなんだよね私。なんかいろんな人がいてさ、今コロナだから人に飢えてんのねいろんな人と喋りたいのよ。あ、ライスクッカー、ハイポーション。あ、いるじゃん、ちょうど。え、ちょっとこんなトラップある？ジャンプできない、このあと近くなのに。あ、こっちから行ける？お、行けそう。え絶対猫の声がしたよね。いや、うん、見えてるんだよ見えてるんですけど、あのテーブルいるかな。はいはい、いたいたいた。めちゃめちゃ分かりやすいところにいるじゃん。え、さっきの、マジ？何回追いかけっこするのよ。あ、いらっしゃい。おいよ、珍しいお客さんだ。さては買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。まあ、あんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽とかげども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。引き受けよう。ありがとうよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃ、早速準備していくよね。なんかさ、こんな俳優さんいたよねアメリカに。あ、割引なんだ。おお、じゃあ今チャンスじゃん。めっちゃ買っちゃう。11個買っちゃう。エーテルはなんだっけ。あ、 MP ね。エーテルも買っちゃうよ。じゃあ、ん、あ、ストック1個しかないんだ。 OK、 こんだけ買えばいいでしょう。なんだっけ、ラット。ラットどこ。あ、猫。ラットじゃん。これはラットです歩き方歩き方めっちゃシュールこれめっちゃ面白いよ、歩き方倒そう。あ、ティファ使おう。ティファ、イエーイ。はい、おー、強いね。楽
めて貯めて。うん。いけ。あ、やばい、やられた。わ。気をつけてね。あ、ティファは防御力が低いんだ。よし、倒した。化けネズミはすぐには来ないな。お、炊飯器。どうしよう。待つ？あ、そうだ。アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。アイテム屋さんね。はいはい。アイテム屋さんはどれ？アイテム屋さんはどれですか？わお。あれは何ですか？あれは何ですか？アイテム屋さんはこっちかな？あ、こっちこっち。いた。ん？え、何見つめ合ってんの？おう、ビビって帰ってきたか。聞いてるぜ。ウェアラットは倒したんだな。うんうん。だが、俺の依頼はバケネズミ。やる気があるならバケネズミ退治を続けて。ほら、そろそろ出てくるかもだ。今度は逃げ出すなよ、なんでもや。あー、バケネズミっていうのもいるんだね。お、それは何ですか？ジーンズか。おお、めっちゃでかいコンパスある。それはコンパスですか？時計ですか？うん。あ、いるじゃん。あれ、さっき倒したと思ったけど。邪魔はさせない。よし、いけいけいけ。集中して。え、やらせてよ。やばいやばいやばい。角度はいい。うわ、今だ今だ今だ。え、強いんだけど。やばい、死んじゃう死んじゃう。ポーションでクラウドは、あ、リミット使えるじゃん。クロススラッシュ、お前だ。オッケー。え、嘘、ちょっと助けて。ペーパーペーパー。あー、外してる。やばいやばいやばい。めっちゃ食べられてる。オッケー。ポーション買っといてよかったな。めっちゃ強いじゃん。おお、次に備えろ。ティーファーの、あ、はい、戻りましょう。ただいま。アケネズミを倒してくれたってな。大変だった。ありがとうよ、二人さん。いいよ。アケネズミ騒動で店はすっかり観光地だったが、いいことを思いついたんだ。お、バケネズミどもを一掃した凄腕の何でもやお気に入りの店として宣伝すればどう思う？いけそうだろう。どうだろう、なんでもや。商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。やった。いいぞ。セブンスヘブンとなんでもや、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。めっちゃいいやつじゃん。お、なんか新しいアイテムだ。何これ。あー、これ割引なんだ。買おう。じゃあ、じゃあ買いますよ。やったー。で、アイテムは
ハイポーション割引だ。めっちゃお金使ってる。やったー。うまくいったね。うん。何でもやきっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事はえり好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。そうだね。スラの心得だ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？お、バレット。大好きなバレット。オッケー。じゃあセーブして。はい、That's all for today. Thank you so much for watching my video. I'm on Patreon, Instagram, and Twitter, so follow me there too. じゃあまたねー。バイバーイ。So, 皆さん、That's my video for today. If you enjoyed it, please give me a thumbs up or いいね down below. Be sure to subscribe to my channel for more Japanese fun.If you have any questions, feel free to ask me on the comment section. じゃあ、またね! See you next time!